実は福井県では、ふるさと納税のお礼の返礼品というのは実は用意しておりませんで、その代わりにプロジェクト応援型の寄付というのをこれまで呼びかけております。ふるさとの母校を応援する、事業ですとか、あるいは高校生の海外留学を応援する事業ですとか、あるいは、県民衛星を飛ばそうというプロジェクトも今やっておりますけれども、一つ例を紹介しますと、ふるさと母校応援寄付という制度がありまして、これは県内の高校ですね、それから私立高校も対象になりますけれども、ご自身の出身校を指定して、寄付をすることができるという制度です。非常に寄付をした方にとっても、そのご自身の気持ちを表せるやり方かなと思います。このふるさと母校応援寄付のいいところは、半分が寄付した金額の半分が高校に行って、残りの半分が奨学金の原資になるという制度でして、これは高校進学をする生徒でいろんな事情がある方に対して、毎年20名ですね、奨学金を寄付するということで、月額18,000円、年間216,000円、3年間で約65万円ですね。これは返済不要の奨学金ということでございまして、こちらにちょっと奨学金を受けた生徒さんからのお手紙の抜粋を載せておりますけれども、生徒さんはですね、その奨学金をいただいたことに感謝して、将来先生になって恩返しをしたいというような、お手紙をいただいたりしております。こうした、具体的なプロジェクトに活用させていただくということで、事業を示して福井県では寄付を募っておりますので、こうしたやり方なんかも、広げていければ、本来のふるさと納税の趣旨に沿った、やり方になっていくのかなと思います。